じゃあシャワー浴びてくるね。あ、これですね。これだ。お風呂入ってくるねよりシャワー浴びてくるねの方がセクシーに聞こえる。うん、確かに、ね、そうかな。風呂入ってくるねの方が可愛くない？可愛らしさは可愛い、うん、だからじゃあセクシーな春菜が、うん、お風呂入ってくるねっていうのとセクシーじゃない高見がシャワー浴びてくるねって言ってどっちがいいかでしょ。どういうことや。あーなんか、そんな勝敗見えてるやんか。これで高見がお風呂で春菜がシャワーだったら勝ち目ないけど、高見にセクシーなことは言わせてあげるんだから高見にとっても悪い話じゃないよね。うそうなの、そうなの。勝手に丸め込まれてねこれ。うんって言いそうになったけど全然よくねえだろう。これ言ってあげて負けるだろ。悪い話じゃないよ。いやいや、わけくやん。わかんない。まだわかんない。まだ勝負わかんない？これ、うん。やってみなきゃわかんないやつ？わかんない。ほんと？先行高校じゃ、じゃあそれも高めに選ばせてあげよう。圧倒的に不利だから。高校で。強気じゃない？いや、ちょっと相手の出方を伺いたい。それによってじゃない？あ、いろいろ持ってるんだ。バカだ。バカだ、こいつ。バカだ、こいつ。聞こえてる。聞こえてる。じゃあいいですか？小島さんのシャワー浴びてくるね。あ、そこでさ、お風呂。小島さんはお風呂入ってくるんだ、はい、お願いします。じゃあお風呂入ってくるね。あーいいね。あ、間違えたわ。さりげない、自信喪失。さりげない感じだから高見の狙わないで。いつものあのいつもの狙うのやつダメだよ。わざと変な顔して言うのやめてね。はい、いい、オッケー、いい、うん、大丈夫。はい、シャワー浴びてくるね。いや、ふざけてる。だからそれだって。ふざけないよ。ダメなんだってね、ねって言ったじゃん。ねってダメか。シャワー浴びてくるね。シャワー。まあでもね、悪くはなかったな。うん、あ、本当意外に、うん。でもシャワー難しくない？言ってみ、言ってみ、難しいから。どっちが得意？え、どっちだろう。でも私はシャワー浴びてくるね。もうナチュラルに言える自信ある。おおー、ハードル上げる。いいですか。はい。シャワー浴びてくるね。あ、でも色気がそうだよね。じゃな、そこよ。難しい。難しいよ。セクシーには言いたいけど、その変な感じにしたくない。ちょっとやってみて、踏まえて。一番最初にそのシャワー浴びてくるね、上手にできた人が勝ち。はい。一抜けられたけど、あ、じゃあこうやってふざけての。じゃあシャワー浴びてくるね。あ、これですね。これだ。これだ。これだ。すげえ。すげえ。これだ。え、でも今のすごい良くなかった。すげえじゃん。うわ、今の自然。すげえ。あ、なんかすごい良かった、今の。なんかキャッキャしてて、キャッキャしてて、急にそれ言われたらドキッとするよね。キャッキャしたら言えるの？キャッキャしよう。キャッキャさせて、ちょっと。自分でしてよ。一人でキャッキャできてねえだろ。それやって。ご視聴ありがとうございました。気に入ってもらえたらぜひチャンネル登録をお願いします。